純正だったよこれ。シフトノブぐらい十分じゃない？まあかっこいい。同じエアロだとは思えない。まあこれはあれだね、私のエアロと違ってカーボン、カーボンバージョン、かっこいいカーボン。あれ GTR のエンブレムがついてる。私つかなかったんだよなこれ。てかステーの形が違うわ。あこれ現行の GTR のステーじゃないとつかないのかな。私つかなかったんだよね。やっぱこれしたいね。これだったら車検対応だし、今度これつける動画撮ろうかな。でもこれあれだ、私のと違ってフェンダーがオーバーフェンダーだ。だ今のバンパーに後からつけたいなと思ったらつけれる。フェンダー変えてこれリアもだね。リアもこのこれでオーバーフェンダー。これなんだろう、どうやってつけてんだろう。穴開けんのかな。穴開けないでいいならつけたい。あでもトップシークレットさんだからな、300キロとか出した時に耐えられる設計なので両面テープだけではなさそう。見た目もスタイリッシュだよね。フロントは後付けじゃなくてフェンダーごと変えてるからスタイリッシュだし、リアもこんぐらいなら、まあ、こんぐらいのオーバーフェンダーが理想だな。ただでさえサンゴはでかいから。うわすごこれはカーボンのフェンダーだね。それこんぐらいカーボン出したくなるよね。すごいなこれ。こうやって塗り分けてるけどここもカーボンでもかっこいい気がする。もうカーボン、もうここまでずっとカーボン。あーね、私もこれやりたい。トップシークレットのローター、これね径がちょっと大きくなってんだよね純正より。これキャリパーは同じままローターだけちょっと大きく変えられるね。この多分この径がでかくなってるからこのホイールとの距離もあんまなくてかっこよく見えるんだと思うよ。でも私の純正ホイールで径もちょっとこれよりちっちゃいからそういうところがトータルあんまりかっこよくない。まあと、まあ、トータルかっこいいけどなぜ私のはかっこよくないかってさっき言ったローターとか、あとやっぱ私のは初期型だからこういうところの黒が引き立ってない、ね、こういうところがにじんだ黒っていうかさくすんだ黒だからこういうのも含めここがやっぱ黒でツヤが出てるからトータルちょっと離れたところで見てうわかっこいいってなるんだよ。こことかが閉まるじゃんね、綺麗な黒だから。ここだわ、これガラス交換やっていい？その DIY 誰も勉強にならないだろうけどやっていい？ここのここのガラス交換自分で買って持ってきた。ちょっと日産の知り合いに値段聞いとくわ。おなじみブリットさんですが今回私が勧めたいのはこちらではなくこっち見てこれ、まあ、シールなんだけどシートのさ縫い目みたいなまずデザインね、プラスこの素材がレザー風、これいいね。私ラッピング次やろうかなと思ってるけどこういう素材もあるんだなって言われて、うまく逆にこれだったらエアーとか入っても分かんないものなのかね。でもすごいエアーとか入りそうだけどどうやって貼ってんだろう。結構これ超かっこよくない？これおしゃれだわ。これのメカドルバージョン作ってもらいたいぐらい。これです、今回はシートではなくおすすめはこれです。かっこいい。これなんかこんだけアルズミーティングで3号ばっか見てさ自分の車が派手寄りなのか地味寄りなのかちょっと分かんなくなっちゃった。東京走ってると派手だな自分の車って思うの。真っ黒でもやっぱちょっと派手だなと思うけどこういうとこ来ると地味だよね私の車。だからどこら辺を目指すべきなのか分かんなくなってしまう。兼用だからイベントと普段街乗りが私の場合は兼用だからさ難しいね。
もうイベントにしか出しませんってなったらもうもっと派手にするけど、お、とてつもなくかっこいい。なんだこれは、これ何柄、見て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 、これ何、このカーボンの柄とってもかっこよくない。これね、気づいた、みんなドアノブがこっちにあるんです。普通ここにあるね。いやこれ全部カーボンだもんな。前この色だったん、私が見た時、私見る前かな。だからそれに合わせて中のさ、この分かる、糸ステッチっていうのとかも全部同じ色にしてるの、このこだわりを。だってこれも同じ色にしてるでしょ、でキャリパーも同じ色にしてる。今はこれ貼ったのかな、貼ったから色変わったけど、前はボディカラーと合わせてスティッチまでか、糸も変え、これも作り、キャリパーも塗るっていう、この細かさ。しかもあれだよ、全部だよこれ。やれって言われてもやりたくない。かっこいい。私もドアこっち側に開けるようにしたいけども、これは、メカニック TV のたかが DIY でやる企画ではない。こんぐらいやりたいが、ここも、まあ、予算もないですし、いざやれって言われて私がやった後にドアが閉まるようになるとも思えない。絶対にドアが閉まんなくなる。かっこいいな。どう、私これがすごいかっこいいと思うんだけど、これ私純正のウィングに貼ったりとかしてんのかなと思ったら、これも形が違う。私サンゴの純正のウィング結構好きなの、それをちょっと加工して、ここはこんなになってないもん。私の初期にも作ってから今の17まで、このカーボンの柄かっこいいな。私のラップ塗装みたいな感じだけど、やっぱカーボンってだけでかっこいいな。いや3号ってウィングがかっこいいのいっぱい出てるな。春夏秋冬で付け替えていい。最近ねトラストは e スポーツって言ってね、ゲームの方に力を入れてます。学取りで優勝するとこれトラストとかにあのレーサーとして就職ができるんだけど、なんかね新川くんはね e スポーツの方をメインでやってるんだっけ、はい、e スポーツって私いまいち分かんないから説明してもらおうかな。e スポーツってそのゲームをスポーツにした一括りでのレース専用の選手ってこと。でもそう、私のイメージだと新川くんって学取りとか出ててもうドリフトが好きで実写が好きでってなってるんだけど、実際実写と e スポーツだとどっちの方が楽しいの。それは実写の方が楽しいですよ。多分、まあ、e スポーツも楽しいんですけど、でも e スポーツのあれか、練習のお金とかさそんなかからないから。今もう会社の一角にレースゲームのシステムを置いてもらって、僕は日頃の仕事がそのゲームの練習させてもらって、で実車で走るときは実車の準備もしてっていう感じで。じゃあこれからもゲームメイン、ゲーム実車とゲーム半々で、ゲームだけできてもゲーマーだし、実車だけできても実車だけなんで、その両立をやっていくっていう新しいジャンルの。私スポーツって見たことないから今度行こうかな。でもなんか整備士としたらちょっと悲しい。 e スポーツが流行ると整備士いらないじゃんね。監督はいるって言ってたけど整備士はいらないよね。それ悲しいから応援したくない。でももしかしたら今後はバーチャルでタイヤ交換をしたい。本当こういうのつけてってことなるかもしれない時代が。すげえ面白いなその絵。こういうのつけてさタイヤもないのにこんなんやで。でもまあ少しでもちょっと整備士も関わっていくような雰囲気になったら私的にはいいかな。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでアールズミーティング、私的にやっぱり GTR 乗ってるからこのイベントは本当は仕事じゃなくプライベートで来たい。去年はプライベートで来た、今年は仕事になっちゃったけど、やっぱ自分の産後ってまだまだなんだなって思っちゃった。
都内走ってると結構派手だな、威圧感あるなと思うけど、なんか私のってまだまだ地味なんだなって、やりたいことがいっぱいということで、今年で12回目かな。なので来年はぜひ皆さん富士でお待ちしてます。